はい、はい、どうも、コンソメパンチ木村です。みーちゃんです。そして今日はご意見番に後藤貴弘くんが来てくれてます。よろしくお願いします。はい、ということでね、はい、新しい企画でございます。はい、何ですか今回の企画は。身近なミュージシャン図鑑。ありがとうございます。というのはどういうことですか。まあ、身近なミュージシャンで、ね、僕ら周りにいろいろいると思うんですけど、はい、うん、そのミュージシャンをみんな多分、うん、分かってないと思うね、ちゃんと。ああ、その内情ってこと。内情というか、まあ、みんなステージで、うんうん、あ、歌ってはるな、せやな、まあ、MC してはるな、うんうん、あ、物販おるわ、うんうん、かっこええなぐらい終わってる。せやな、うんうん、多分そのかっこええの深み、奥行きを出すために僕らがこの五角形ですね、うんうん、パラメーターを、まあ、その人に合ったパラメータを作りまして、はいはい、それを参考にして普段これからも接してもらおうっていう。あ、だからそのミュージシャンをより知れる。そう、より知れるっていう企画でございます。いいじゃないですか。はい、はい、ということでね、第1弾目は第1弾です。ファイルナンバー001、はい、YOU。 おはようございますね。もう切っても切れない。切っても切れないですね。もう僕らズブズブの関係なんで、はい、もう本当にもうバリズブズブやもんね。ズブズブのあれは分からんけど、うちらがズブズブなだけで。だってもう一番イベントとかでもさ、せやな、呼んでもらってるし、うん、なんかほら大事なイベント、うん、とかでは主に僕らゆうさんがさ取り合うするやん、うんうん、取り前一番任されるやん。せやな、それはそうやわ。胸張っていいんちゃう。あおこれは張っていきましょう、ね、胸張って。そうやな、もう単純に人数が多いから取り前任されてるのか関係性なのか分からんけど。いや関係性よ。だってユウさんにつながるねんから、そっから。あ、そうやな、めちゃめちゃ大事ね、架け橋やろ、うん、一番そこは大事やね。そうやな、うん、ということでね、はい、このパラメーターが今こう空いてると思うんですよ。五角形ありますね。空いてるでしょ、うん、ここは僕たちで 何かっていうのを考えていくんですよ。あ、この項目は自分らで考えていくってことね。考えていく、はいはいはい。ということで、ゆうさんについてね、思い出とかあったっけ。あるやろ、ずぶずぶ言うてたやん。ずぶずぶ言うてたやん。もうそら、うちはさ、うん、あのもう18ぐらいからバンドやったけど、うん、その時から先輩やし、うん、キムちゃんもさ、うん、あれやんか、神戸の太陽と虎でさ、そうやな、一緒にお世話になってたわけやろ。イベントでなんか、うん、ゲストで来てくれて、その時にまだロックバンドをかんでバンドしてて、そう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 、で大阪城ホールでライブしますって、あ、うん、あったあった時やって、っていう告知をしてて、うん、大阪城ホールでライブしますって、はい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 、うわぁ、そすごいな、大阪城ホールですよね、すげえな、2年後にみたいな感じだって、あはははは、めっちゃ前まあもう大阪城ホールってもっと決まってるからね。そうやね、はいはい、めっちゃ前なのよね。いやでもすごいな、時間かけてやってはったよ。そうやな、もうその時に出会って、うん、打ち上げも出てくれてる。あ、そうなんや、すごい。で、出てくれて、ユウさんも隣やって、で、俺もその時ギタリストやったから、はいはいはい、え、どうやってギター練習してるんですかとか聞く。おー、ええやん、ええやん。その時に出たのが、はい、あのバンドスコア。あ、ほうほうほう。あのね、あの例えば他のバンドの楽譜が載ってたりするよね。そう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 、うんうん、で、バンドスコアを、はいはい、俺買ってるっつってて。おお、え、どういうことですかって、うん、いや、もう何でもいいねんけど、どういう楽器屋さん行って置いてるバンドスコア手に取って、うん、俺毎月に一冊はそれ完コピしてるみたいな。あれ意外ですね。意外だね。って言ってて、うん、え、ちょっと一瞬、え、え、大阪城ホールでやる人も、そう、大阪城ホールでするユウさんに、うん、すごいです、すると、うん、あんなとこにインディーズミッションやったことないですよ、うん、そうですね、俺毎月一冊マンゴスコア一冊買って完コピしてる、え、ってこと。なってんの。まあそうやな、練習方法としては、うん、こんな言い方ほんま失礼やけど、うん、高校生っぽい。え、ってなってんの。こうなってんの、俺、はい、なったけど、俺もそこからバンドスコア買うようになったの、ちょっと。ああ、そうなんだ。ちょっと買おうみたいな。あれなの、うちも、うん、まあ言われたけど、バンドスコアさ、うん、そのやっぱそのミュージシャン、うん、好きなミュージシャンのバンドスコア見たら、うん、そのミュージシャンのこういう、あ、こういう理論使ってんやとか、まあね、分析とかね、このコードなんやとか、分析できるっつってたから、うん、確かに確かに、いい、いや勉強にはなるのよ、だから。そうやな、でも意外やな。意外か。確かに。確かそうそうそう。もう、我流とかじゃなくて、うん、王道な練習方法。王道や。そういうのをちゃんとできる人おらんから。ああ、そうやな。確かにね。その基礎をね。そう。ああ、いい話ですね。そうなんですよ。みーちゃんは何かある？そうやな、うちはね、やっぱり、ゆうさんといえばないけど、うん、一緒にツアーが出るようになったのが、うん、やっぱあの、キムちゃんとバンドやってから、うん、アコギツアーっていうのに出させてもらったんですよ、ね、やっぱ、海の音っていう。海の音ね。ほんまにそのイメ
メージがなくて、うん、やっぱユウさんといえばもうずっとギター弾いてる、うん、もうバンドの姿しか見てなかったから。ああ確かに。そういきなりやっぱツアーでね、運転ユウさんがようやってくれてくれてたね。なんか一人で言ってんなと思ったら、うん、潜れんな。ああ確かに今日潜れんな。潜れんな、釣れんな。でもさ、そのスケジュールも、うん、ライブアコギツアー中ってさ、うん、結構タイトなスケジュールするよ。違うな。もうお昼移動して、うん、でライブの会場着いてセッティングリハーサルして、うん、ライブしてその後打ち上げがあってっていうさ、結構一日決まってるわけやん、うん、どこでってどこで潜るのかなっていつも思ってんねんけど、うん、俺はいつもどこでいいと思ってるけどちゃんとオフ日やん。そうやね、ちゃんとオフ日を作ってるからさ。そうそう、作ってる。でちゃんと潜ってはるから。でもそのさ、オフ日もやっぱり体リラックスしたいわけやん。ああ確かに。もうライブとライブの間やからさ、うん、いやゆっくり寝たいなとか、うん、でもやっぱ朝6時とかに起きて、うん、川や海行かはるわけやん。確かに情熱あるな。そんなに好きかねと思って。もうでもそれで言ったらウィズあれやろ、うん、BBQ やろウィズ BBQ。 ああそうですね、アウトドアってことね。もう野外の男ってことですね。確かに。なんか孤独感ある。そうですね、エピソード的なもの。僕で言うと、うん、やっぱこう出会ったのが、うん、それこそアコギな商売の、うん、初年度1年目に、うん、まあ僕が先輩伝いでユウさんに、はいはいはい、連れて行ってくださいと。あ、そうや。そうそうそう、急遽もう全く関わりのないところから、うん、こう参戦させてもらって。初めましてやった。そうそうそう。その時が初めましてやったから、なんかそういう器のデカさみたいなね、やっぱあるでしょ。器のデカ。器でかいわ。あ、それはそうやな。確かに器でかいわ。なんかそれがね、うん、一番始まりですから、僕も忘れられないっていうね。車を拒まずに。そうですね。アコギのツアーでもさ、うん、やっぱメンバーがさ、ちょっとこういうことしたいっすみたいなさ、うん、時々ちょっと意味わからんことを言ってくる、うん、あの人いるやんか、うん、メンバーの中で、ね、うん、みんな反応せえへんけどさ、ライブで、ようわからんけど、とりあえずやろうかって言ってくれるもんな、ユウさんだけは。イエスマン。せやな、確かに。すごい、だからあの人は今、玉ねぎも打ったりするじゃん。あ、言ったま。の、あの淡路島の。そうそうそう、で今年なんかコロナでとかさ、売、はいはい、れないんです、じゃあ僕売りますよとかさ、うん、今年の塩を売ったりとか、うんうん、なんかそういうつながりを全部受け止めるイエスマンのこの器、うん、そうやな、確かに。ユウさん、うん、でも逆になんかこれはちょっとなってところあるんちゃうのか、これ弱点やなみたいな。弱点、足の指とかそういうの記憶に新しい去年の秋頃ですね、うん、川で負傷されてましたでしょ。怪我しがちやった。怪我しがちやな。無茶しがちなんだ。あ、確かに、この海のとこやからな、うん、はい、ちょっとね、無茶しがちかもしれないな。そのインザ、インザあれやな、だからインザワンパクやな、だからせやね、ワンパクやな。ワンパクやね、うん、インザワンパクやな。そういうとこが可愛いかもしれんな。あー、せやな。で、絶対になんか、たぶんユウさんって一回飲み込むやんか、みんなの意見やんか、うんうん、せやな。で、だから絶対に言わへんか、うん、なんか嫌なことあっても、うんうんうん、で、後からこうさらっとちょっと時間経ってもう角立たんときに言うやん、うんうん、あー、せやな、うん、で、おもろかったのがさ、上海ブルドッグやってるじゃないですか。はい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 。あの、ユウさんのね、事務所で 4MC、うん、4MC ダンスユニット、ダンスユニットレモくんの時だけ、はいはい、すぐ言う。レモくんの時だけ、あのステージもっと大きくと。もうちょっと分かりやすく。多分人見てんねやろな。そうそうそう、あの聞き残しにしたらあかんって思ってんそう。もうみんな大体結構ほんま1ヶ月だったら、昨日そういえばあの時はやったよなとか。もうレモくんの次の日、何やったらもう、ワンステージ終わった次の瞬間に、もうちょっと元気出してる。まあ、レモくんにはこの対応でってね。前出てとか。昨日見てる。そう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 、確かに確かに確かになぁ、わんぱくやし、でも人を見てるし、うん、あとはあとはもうこれちゃう、これ日本酒ちゃう。そうですね、これは逆にもう弱点やな。弱点や、大きな弱点です、ね、弱点なのか、うん、あの競争剤なのかっていうところ二面性あるよね。どうなのか。だってこれはね、もう飲んだら大変なことになるやん。せやなぁ、ほんとに。いや、なんか大変なことなってんのか、なんか自分の中でルール決めてんのかわからないけど、うんうん、
これ飲んだら俺は好きなことしてもええよ、ええとかしようみたいな。ああ、なるほど、なるほど。リミッター外す材料って。そう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 。せやな、でも年々ちょっとえらいことになってるよな。うち、ほんまにこれはあの日本酒ね、ユウさんが初めて飲んでるの見たのは、うん、まあ、前のバンドの打ち上げの時やってんけど、その時まだもううちは一緒にツアーも出たことないし、ほんと、あ、ユウさん、ユウさん、ありがとうございますみたいなぐらいの関係性やったんやけど、うん、まあ、日本酒のままあって、まあ、天ぷら料理が出たんよ、その時。ほうほうほう、天ぷらね。もううち天ぷら、エビの天ぷらがすごい好きなんよ。そう、それで、まあ、いろんな料理があったんやけど、エビの天ぷらを最後に食べようと思って、まあ、うん、残しておいて、うん、で、うちがちょっとトイレ出てる間に、うん、ゆうさんが、そんなに、ほんま、あはざますぐらいの時やったのに、エビの天ぷら食べてて。え？って思って、本当に。あ、みーちゃんの食べてる。ここからエビの尻尾出して。え？食べた？食べたぞ。うまい。まあまあまあ、うまいよ。でもまあ、日本酒飲んで、そういう距離のね、一時目がするかなっていうぐらいのね、印象やったんやけど、うん、マーコミツアーも始まって、うん、毎年まあ、何かの縁があり、日本酒をさ、摂取するやん。ほんなら、年々ちょっとヤバい度が増していって。確かに、ね、ゆうさんが、いつかね、もう去年の2年前か、うん、2年前の夏のツアーの時に日本酒飲んで、はい、あの僕らの元メンバーいるじゃないですか。そうですね。元メンバーがもう、4ヶ月後に辞めました。音楽やめましたね。関係があるかどうかは分からんけど、ユウさんの日本酒の事件があってから4ヶ月後に音楽やめました。バンドやめたとかじゃなくて、音楽やっぱ音楽の世界にお姿を消したんでね。なかなかね、インパクトのある感じちゃいます。そうですね。ということで、これをじゃあ5つのアレンジしましょうか。はい、そうですね。バンドスコア。バンドスコアなの？はいはい。バンドスコア、海。あー、そうですね。海、うん、で、器。はいはいはい。器の広さですね。器ね。で、毛が。これ、なるほどね。あと酒。日本酒ってことね。うん、そうそうそう。はい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 。じゃあこれ、じゃあ数字付けできます？そうですね。割れちゃう、やっぱり。うん、じゃあご意見番のトークも、じゃあちょっと。はい。いい子とりあえず。どれか数字付けてもらっていい？まあまあ、僕が言いましたから、器はもう、うん、マックス10ですか？マックス10ぐらい。女も10なんて、どういうことですか？確かに、あんなに優しさ持ってる人おらんから、器10やな、うん。バンドスコアはさ、1ヶ月1冊は絶対やってるってことやろ？だから、その時ユウさんが、うん、まあ、20後半やとして、たぶん、100冊はいってんちゃう。じゃあバンドスコア100冊。これ、推測やけどね。1年12分バンドスター100歳5位5位やもんな。怪我は怪我はせやな。怪我年一せやな、ね、今のところ年一パラメーター10段階とかも関係ない。いや、以上でパラメーター10の中で年一年一多分、うん、海は、うん、あればあるほど入るから、こう無限、うん、もう、ありゃ入るし、うん、多分先は俺、多分これ間違いないと思うけど、まあ、口多分そうやな、うん、それ以上はということでね、はい、まあ、あの身近なミュージシャンスカンファイルナンバー 001U、はい、多分これですごくなんか分かったんじゃないかな。そうやな、ユウさん、かわいらしさも、かっこよさも思います。じゃあこのね、五角形大事にして、あのライブを見てみてください。ということで、ありがとうございました。ミミシュクドでした。